あ、どうも、マサガミ療法です。今回もね、ですね、ツイッターのダイレクトメールの方に、あ、チャック止まんない。ちょっとじゃねえや、ダイレクトメールの方に、まあ、相談がありますみたいなのが来てね、ちょっと人生を変えたいんで、手取り早く、人生を変える方法はありますかって、質問が来ました。はい。答えていいですか?一番簡単な方法言いますね。引っ越しましょう。住む場所変えましょう。もうこれでね、人生全然変わりますね。住むとこが変われば、ほぼほぼね、転職しなきゃいけないかもしれないですけど、ほぼほぼ人生変わります。もう住む環境が違うっていうことは、朝のね、スタートの場所も違いますしね、1階で住んだ人が3階に住むとか、3階で住んだ人が、で、一階で住むとか、マンション住んでた人が一戸建てに住むとか、まあ、いろいろ変わって、環境が変わってしまうわけでもね、会社に住むとか、寮に入るとかね、引っ越しするのが一番人生がね、変わりますね、やっぱり。当然、通勤路も違いますし、通勤時間も変わってしまいますし、職場環境も変わりますしね、日頃の、普段の買い物の環境も変わってくるんで、それだけ変わればね、新しいスタートが切れると思います。いかがでしょうか。ねえ。どうでしょう。まずはそれが一番ね、人生変わる。いい、良くなるか悪くなるかはもう当然あなた次第ですからね。まあ新しいスタートを切るには、それが一番ベストなのかなって私は思いますね。うん。やはり住むとは変わると全然違います。本当に。うん。やはりね、できたら見晴らしのいいところ、ね。日当たりのいいところ。まあ高いですけどね。住むのがいいんじゃないかと思います。できるだけ懐に余裕があるんであれば、広いところ。まあ、広くても安いところもあるんでね。引っ越しするのが一番いいかなと思いますね。まあ、ただまあ、一人暮らしだとね、簡単に引っ越しできると思うんですけども、ね、一人暮らしでも、まあ、ものすごく荷物があるみたいな、まあ、まさかみたいにあったり、当然の家族持ちだとね、まあ、学校の問題もあるんで、なかなかできないと思います。なんでね、できる限り独身の頃、うろうろしてですね、ベストな地域に住むようにしたらいいんじゃないかと、思います。というのが、答えでございますね。引っ越しどうでしょうか?引っ越しいかがでしょうか?別に引っ越し屋さんの回し物ではございません。ということで、どうでしょうかね。まあ、こんなとこですね。あとはですね、やっぱり転職する。お友達を変えるのが大事かなと思いますね。それでやっぱりね、人生変わっていくんでね。うん。で、まあ、選択肢についてもね、いつもだったらこっち側するんだけど、こっちにしてみるとかね。もういいと思います。それだけでも違うと思いますよね。毎日毎日ラーメン食べてる人が、毎日毎日うどんに変えてみたらどうなるんだろうかね。ずーっとマクドナルドばっかり食べてる人が、ね、モスバーガー食べたらどうなのか。ちょっと変えるだけでね、だいぶ変わってきます。うん。で、ちょっとね、自分の暮らしをね、いつもと無理しない程度にいつもと、リズムを変えたりね、起きる時間をあと5分早くするとか、寝る時間をあと5分早くするとか、5分10分でもだいぶ変わってくるんでね、ちょっと実践してみていただけたらいいかなと思います。うん。で、一番大事なのはね、毎日毎日が新しい毎日なんですよ。新しい朝なんですよね。いつもと一緒じゃないんですよ。同じようだけど、昨日より一日年を取ってるわけです。一日成長してる。また一日年を取ってるかもしれない。老いてるかもわからない。で、毎日毎日同じようなことを繰り返していくと、毎日毎日変化してる。その変化にね、気づく。変化にフォーカスする。っていうのもね、一つの大きな気づきになって、人生が変わるきっかけになるんじゃないかと思います。以上です。まさがみりょうほでした。